今日も大勢の皆様どうもありがとうございました。ジャーナリストの篠原丈一郎さん、令和の竹ちゃんなど、 あと三郷市の立候補予定者の中村さんなどのご協力もいただきまして、無事今日も署名活動できることになりました。北朝鮮が一番嫌がるのは日本人が忘れていないぞ、いつまでも諦めないぞ、という姿勢を示すことが大事かと思います。ですので、こうした署名活動は今後とも続けていかなくてはなりません。あともう一つですね、拉致被害者取り戻すのに非常に大きな大きな障害となっているのが憲法9条であります。あれのせいで武力投入できない、あるいは特殊部隊を潜入させて被害者を奪還できないというですね、外交交渉にアメとムチが必要なのにアメしか持ってない、ムチを封じられた状態というのが非常に被害者奪還の障害となっております。むしろ最大の障害ではないかと思っております。でですね、9条をなんとかしようという動きがあると社民党さんとか、古巣の共産党さんとかが、発狂したように、暴れます。これはですね、北朝鮮とつながってるんですよね、社民党さんとかがね、多分そうだと思います。ですのでこういった署名活動その他を続けるのも大事ですけれども、なんとかして憲法の改正を推進するというのも大切かと思います。拉致被害者奪還の道筋は私たちがつけましょう。今後とも皆様よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。じゃあ決心お願いします。